を見ようだっていいんですよ、一つのものを鑑賞するときに。例えば人間もそうでしょ。どんな人やか、背の高い人やとか、ちょっとぽっちゃりした人やとかね、人間見たかで誰かに、ね、言うときに、どんな人やったらこうって言ったら、そういうふうに言うでしょ。で一緒なんですね。文字もどんな感じかなっていうのをまず目に映してください。それが大事だと思います。先月かな、その前かな、私も禁止規定で、ノイロドラゴンのね、一節を書きました。考えるな、感じろと。もうすぐすぐ地味だな感じでね、考えて、この書いたんねやろうと思うけども、これはすごい爽やかに感じたとかね、強く感じたとか、そういう感じ、思いですね、それをまず第一に挙げるわけです。旧世紀はどんな感じがあるから、先ほどの登場でもそうだったんですけども、まあ、私も生徒もそうなんですけども、どんな感じのイメージか、ね、大阪の人が東京の人を見て、ね、都会を見て、シュッとしてる人って言われますね。多分そのシュッとしてるのに値すると思います。旧世紀、冷戦の面はね。直線が効いてて、なおかつですね、明るくて、ね、ちょっと縦長で、脇をキュッと締めたようなね、向かい合う線がちょっとこう、くびれるようなね、そういうような感じに見えますので、まあ、シュッとした感じ、直線を描いた感じに見えるなっていうふうに感じてもらったと思います。で、もう一個の、まだ後でしますけども、線引き状況を、何の解説なくにポッと見ると、これは、体感して、ぽっちゃりしてますよね。人間で言うたら、ちょっと、ポリギリの背の低い感じに見えますよね。そういった印象を大事にしておくことですね。その印象を忘れずに、いい感じだと思います。でも、筆を持って、こういう丁寧に見てしまうと、例えば、この宮やったら、この細かいところ、若い人見てると、全体像がね、ちょっと点差するときに、あ、この線綺麗ですね、でも全体バラバラですね、というのがあるんですけども、全体をしっかりそういう雰囲気か、それを忘れずに筆を持って最後まで書き上げてほしいなという、印象的な印象、これは今日はね、ぜひやってほしいなと思います。で最後、表現的印象、まあ、だから入輪ですかね、入輪ですか、まあ、創作に結びつけて書きなさいよというところなんですね。先ほど、上條新山さんのお名前なんですけども、上條新山さんの秘書さんというのが宮島英司、まだ後で本を見ておきますから見てもらったらいいですけども、で書いてね、こんな作品が、まあ、直線で、まあ、会場のような描写のようなこんな作品も書いてる先生だったんですけどもね、で根底にはもともと旧世紀とか応用人の書をしっかり勉強した跡が伺えるなという先生です。ただ火でも、まあ、こんなのめったにないんやけど、こんな感じで書いてください。よく創作なんかで会社の作品もね、土壌の国でも1行目と2行目の雰囲気ちゃうでとよく言われて表記をされる時ありますよね。会社で言えばこんな感じが急にこんな感じになってるとかね、うん、そういうのがコロッと変わってしまう時に職が変わってるんでしょうかね、批評する場合あります。会社で次ですね、それぞれね、下の線と重なる場合、上なんかの見た目そうです。絶対下で横線と重なる場合は止めない。まず筆を握って、足首の細い女性を、ね、イメージするようにスッと広げてください。本当に綺麗に写りますからね。次、筆先をこう置くんです。ここです。ここでね、皆さんガクッと下げるんです。このまま筆圧を足す筆を下げたら、ぐっと押すと押してこっち曲げると、勝手にこんな形でいきます。こう書いて、こうぐっと圧力かけて、こっちへ持っていくと、ちょっと筆がね、あ、乾いてしまって、ガシガシがきれいに出ませんけども、こう、こうぐっと圧力。ほんと、きれいな上にまで、パッとしてもらう。見てたら、こう書いて、すぐカタンとこう下げると思います。他の人とこう書いてしまって、中身 A が90度が出ないで、90度の直角が出ないと、こう丸くなってから、何かやってましたかね。必ず、こう何か言って、そこを突っ込んで、こう、ちょっと。そう。次のナスキー。で、全体を使う。なんか音、なんか雰
雰囲気にガッときますよね。筆は全部使えるような書き方、まあ、大きさ違いましたけどね、そういう書きぶりを大事にしながら、まず印象にする、この服でも全ドラフォーあたりにやっておいて、ね、とこう印象的にペットを一つ着て、こう書いて、寝て、で多分これ一角あるんやけど、こう短く処理してます。これガッと書いて、とこう押さえる、それぐらいの迫力を持って書いたら、先ほど話してましたモノマネなんかでちょっと広く出たんですけど、開けるんじゃないかなと。筆が使えるというのは、お先だけでもこう書ける。作っても書ける。で、先ほど命毛どないやってくるのこの辺でしたんですけどね。まあ、会社のようであれば、会社であれば、急性なくなれば、命毛をこう立てて、こう来て、どうなりながら、こないして命毛がまた真ん中通る。この時は命毛はあるんやけど、巻き込んだ瞬間に、この命毛がこの辺にありますよ。ね、こう、来ないから出ちゃいますから。これはダメ。こういうふうにこない書いてしまったらダメで、こう書いて命毛をぐっと巻き込むように真ん中近くを通る。筆が開くというのはこうなんです。筆の毛が左右全部あるんです。これが筆が開いた筆です。筆が寝かって太い線ではこの書き方です。これ筆の毛の長さを表現するだけ。これはダメと。まあダメって言いながらこんなんで面白い線出たらそれはそれで僕はありかなと思うんですけどもね。